バルセロナに所属するスペイン代表 FW ジェラール・デウロフェウが、レンタル移籍をしていた2013年から昨シーズンを振り返った。公式 HP がインタビューを掲載している。デウロフェウは、2012から13シーズンにバルセロナでトップチーム初出場を果たす。しかし、その後はエバートン、セビージャ、ミランなどへレンタル移籍を繰り返した。一度はエバートンへ完全移籍もしたものの、今シーズンから再びバルセロナへ加入している。レンタル時代を同選手は、新しいチームに行って、他クラブの監督の話を聞くことは自分を成長させる、とコメント。さらに、僕が変わるための助けになったね、と当時を振り返った。さらに、イングランドとイタリアについて問われると、イングランド人は情熱的に生きている。プレミアリーグは最高の選手が集まっているリーグの一つだよ、と語った。キャリアハイの4得点を記録したミラン時代には、第一子の誕生もあり、人生にとって、最高に幸せな数ヶ月だった、とコメント。